どうかした？あ？僕も入りたいな。コウシ君。はい。なんて怠惰な。部屋の扉が開けられないので窓から脱出を。助かった。まだ来るべき時では。だいぶ来てますけど。セレネさんはあの通りだし、ここより先は人の身には早き修羅の間。それでも先へ進むのならば、このホスミセレネを倒し、キリア先輩直伝、セレネ先輩満月釣り。それはセレネなりのこの一年のお礼。アテナが来て、講師が来て、ステアが遊びに来るようになって、我が道を行くセレネを見捨てず構ってくれた。いや、これはセグメントの中から掘り出した、奥から闇雲に掘り出したから、セグメントがドア側に流れて。いい話じゃん。それは正月用の祝い酒。あんでしょ。どうしたの、ミネルさん。眠い。膝枕。